道を作るための最初の初期の地盤の整形だったりとか、山を切って平地にしたりとかをやってますね。メインはバックホー、ブルドーザーで、もうその後はローラーだったりとか、いろんなものがあります。ちっちゃい頃親父が現場出て、その姿を見てかっこいいなって、まあうちのおじいちゃんもそういう感じで。僕は高校を卒業してそのこっちに入って初めて機械に乗った感じですね。こんなものを先輩方が乗ってる風に動かせるんかなっていう、すごい難しかったですね最初。まあたまになんかうまくできた時は嬉しかったりしますね。やっぱり仕上げ作業はもうプラマイ5センチ完成した時にちゃんとピシッと綺麗になってると、やったなって思います。綺麗さと速さでやっぱりその技術量が分かる、一番分かると思います。今開通してるとことかを通ると子供とかに、ここパパが作ったとこだよとか、そうなんだって、まあ言ってもあんまりうーんって感じでいずれ分かってくる。頑張ってやろうって思いますね。